去年と同じでチームハマーで走らせていただきます、はい、ゼッケンゼロソーン番の道明京です。と IA2 で走るんですけど、去年は IB で戦って、 IB はまあ自分の走りでのスピードでできるある程度戦えたんですけど、 IB IA2 はそんなうまくいかないと思うんで、もっとあと1ヶ月ぐらいしかないんですけど、トレーニングして体力をつけて IA2 でも通用する速さになれたらいいなと思ってます。今のスピードだったら予選もギリギリ通れるかな、通れないかなみたいな感じのスピードなんで、予選は完璧に一個一個通れるようになれるぐらいのスピードには持っていきたいですね。とりあえずバイクに乗り込みたいですもし予選通って決勝でとりあえずスタートはとりあえず前の方に出て、とりあえず全開で自分の走れるところまで走って目立ちたいです。今年は去年と変わらずプライベーターで回ります。チーム88です。ゼッケンは68番で走ります。シーズン始まる前に怪我して、で全然練習もできずに開幕を迎えてすごく不安で、でもレース走っても怖くて、もう本当にレースに出るのが嫌なぐらい怖かったんですけど、で藤沢あたりでスタートも予選ではスタート出れて5番か6番でゴールできたんで、まあちょっと調子乗りつつあるなと思ったんですけど、次の須郷でまた怪我しちゃって、去年1年怪我に苦しんだかなと思います。ルーキーの01、02、03には完全に置いてかれた感があるので、今年はしっかり準備もできていると思うので、その3人にはついていけたらいいなと思ってます。去年の比べたらもう全然乗り込みもできていると思うので、でもまだやっぱトッチ君とかと走ると全然早い、トッチ君とか早くついていけないんで、まだまだだと思います。今年2年目なんで、もっとガンガン前の方でレースできたらいいと思うんで、応援してもらえたら嬉しいです。お願いします。今年は去年と変わらず T スポーツで走らさせてもらうんですけど、まあ、IA2 でゼッケン50番で走らせてもらいます。まあ、今回の合宿はその本田さんの若手育成プログラムっていうので、その本田さんに連れてってもらって、でその向こうの本田のライダーの家にステイさせてもらって、すごいいい環境で合宿ができたと思います。でまだその日本に来てそんなに、今日が2回目なんですけど、まだそのあっちの成果がどれぐらい
日本で行かせるのかがまだわからないんですけど、まあ、今日は A 級ライダーもいっぱい来てて、ちょっといい練習というか練習になると思います。まあ、もちろんチャンピオンと言いたいところなんですけど、まあ、6年 A 級6年目にしてまだ表彰台も立ってないので、まだそんなチャンピオンはすごい全然遠いと思いますし、でもやっぱり去年チャンピオン取った拓也は同期で走ってたライダーなので、もちろん勝ちたいです。でもやっぱり差はすごい感じますし、これから頑張って詰めていきたいと思います。今年富田変わったなと言われるような走りをしたいです。今年のチーム体制も、去年に引き続きチーム SRM ウィズマウンテンライダースでゼッケンは48番で走ります。スーパークロス今年も、まあ、参戦だけだったんですけど参戦してきました。はい、成果はありました。成果は、まあ、予備予選で、まあ、全部参戦とも落ちてしまって、まあ、去年は一度もその経験はなかったんで、まあ、ちょっと悔しいですし、まあ、体制はちょっと去年と、まあ、違うというか、まあ、1月に行って練習スーパークロスしただけなんで、まあ、ちょっとタイトなスケジュールだったんですけど、もうちょっと自分ではせめてナイトレースに予備予選通って行きたかったんですけど、全部3戦とも1秒以内でナイトレース進むことができなくて、まあ悔しかったですね。スーパークロスは、はい、まあ少なくても、まあ、レーススーパークロスっていうのは日本にいなくて、まあ得るものたくさん多くて、去年もまあ得るものはいっぱいあって、そうですね、まあそれをまあ生かして何を得たっていうのは、まあ感じ方がいろいろ違うと思うんですけど、まあいろいろ集中するとか、まあコースに対しての捉え方とか、まあ違ってきてるんで、まあそれをまた日本で生かして開幕戦からいい走りができればいいなと思ってます。そう、まあ、去年は前半戦で、まあ、全然、まあ、いい走りができなくて、で第2戦から怪我してしまって藤沢まで、まあ、何も練習もできない状態 で藤沢からようやくレース復活できたんですけど、まあ、それ以降はそこそこ、まあ、自分の力を出せるように、まあ、自分本来っていうか、まあ、力を出せるようにはなってきたと思ってます。はい、つまり今年の目標は、今年はやっぱ開幕戦から去年の後半戦のように、まあ気持ちよく元気ある走りで攻めたいですね。はい、チャンピオンとは言わないです。まあそれはもちろん、まあチャンピオンなんですけど、まず自分の走りして、それでまあ勝って、で一戦一戦もその力を出し尽くして、まあ不本意な走りが去年は多かったんで、まあこけても最後まで諦めずに30分間もう周りが見てる人にも伝わるようにとか、まあ伝わるような走りができれば、そうですね、レベルアップできると思います。そういう走りができれば。はい。アイビーはとてもスタート遅れていても20分だしなんとかなるんですけど、IA はスタートを思うように生かしてくれず、
しかも30分という長いレースなので、とても精神的にきついレースでした。2年目はIA にも少しずつ慣れてきたので、とにかくスタートを出て上位を目指し、トップ10に入れるように頑張りたいです。今年はとても大事な年だと自分でも思っているので、とにかく攻めの姿勢を忘れずに、とレース序盤でも力を出し、後半でも垂れずに、とどの選手とも戦えるような体力を作っていき、目立つ走りがしたいです。はい、今年から、フルスである SRF チームブリグルスに戻って、あの IA1450 でレース出ることになりました。まずそのSRF チームブルイグルスには、あのプロライダーとして走らせてもらえることをとても感謝しています。それと走るにあたってそのサポートしてくれるあのスポンサーの皆様にもとても感謝して、それに応えられるように精一杯いいレースができるように頑張りたいと思っています。もともと鈴木で乗ってて、あの450もテストとかいろいろ走らせてもらってた時期があったんで、割と450に乗り慣れるのはすぐ慣れましたね。今 IA1 ということ で今年はあのライダーもなんか多いみたいな。そうですね、 IA1 クラスで走るのは本当初めてなんで、レースの感覚とかっていうのはやっぱりまた IA2 とは違ったものがあると思うんで、すぐうまく成績が出るとは僕も思ってはないんですけど、自分のできる限りのことを尽くして精一杯上位でゴールできるように頑張りたいと思います。まあ、ちょっと欲を言い過ぎてるかもしれないんですけど、表彰台に立てるようにはやるからにはやっぱり上を目指して頑張りたいと思います。プロレーサーとしてやれる期間っていうのはすごい限られてると思うんです。その中でその SRF チームブルイグルスっていうのに最高のチームでいい環境でレースができるっていうことは本当に自分にとって感謝してる部分であるし、それにまた応えられるようにしっかりやっていきたいと思ってます。今年はあの去年と同じくあの SRF チームブルイグルスで走らせていただくことになりました。はい、でまあ、違うのが、クラスが IA1 にステップアップする形になったので、まあ、そこですね。はい、でシーズンオフはアメリカに出ましたけど、はいはい、そうですね、あの気候もよく、あの環境もよくなので、とてもそうですね、あのトレーニングの身の入りやすい、とてもいい環境で走らせていただきました。はい、そうですね、体もあのだいぶあったかいところで動くようになって、はい、そうですね、そんなに不安はまだ、はい、まだ未知の世界なんで、まだずっと IA2 で走ってきたんで全く分かんないんですけど、はい、まあ、これからいろいろと、はい、いろいろ調べていく、はい、経験させていただこうかなと思ってます。はい、450を乗り始めてどのくらいになりますか？はい、そうですね、あの去年のシーズンオフも450乗ってたんですけど、今年は、まあ、スーパークロスが、2月までだったんで、まあ、まだ1ヶ月しか乗り込んでないんですけど、だいぶそのパワー感にも慣れてきたところです。はい、車体もまあ、全然違うっちゃ大げさですけど、やっぱり違うんで乗り方もいろいろまだ検索中です。乗り方もはい、いろいろ試して、まあそういう感じなんで、実際今乗ってても新しい発見がたくさんあるんで、とても今楽しいです。はい、
での収穫っていうのは、はい、そうですね、あのスーパークロスに2戦出させていただいて、本当にもう全然全くスポーツが違う、ジャンプも大きくてフープスも大きく、もう全くもうフォームとかも全て一から違ったんで、もうあのとてもそれにきついんですよね、あのジャンプがたくさんあって、なので体力的にもあの瞬発力もだいぶいい経験になったかなと思ってます。はい、でローカルレースも1回出て、はい、そうですね、あのアウトドアの練習もレースもしっかりしていいトレーニングだったと思います。はい、じゃあそれを、まあ、IA1 の1年目どのように活かしますか。そうですね、あの生かすと言います、まあそうですね、あの、まあ、あっちのライダーとかも練習とかでも450のライダーもすごい見てて、あのああやって乗るんだなって思いながら見てるんで、そうですね、まあ前回も言ったんですけど、アメリカ人みたいな走りがを目指して頑張っていきたいと思います。はい、体を大きく使って、そんなに自分のスタイルをまだ変えるきっかけもないんで、まあ、とりあえず去年と一緒の行けるところまで行くスタイルを継続して頑張っていきたいと思います。はい、リザルト的にはどれくらいいけると思いますか。そうですね、全く分かんないんで、もうあの先輩方もたくさんもう早いライダーもいるんで、そうですね、もう去年まではあのどうですかね、全然逆に早すぎてあの目線に入ってなかったんですけど、いざこうやって戦うとなると、そうですね、見方も変わり、そうですね、まあ一応一緒に走らせていただくんで、できるだけついていきたいと思います。ライバルは誰とかもないんですけど、とりあえず自分まずバイクに慣れさせていただいてです、ね、そこから頑張っていきたいと思います。はい、まあ、体も、まあ、比較的大きい方なんで、あの、まあ、有利じゃないですけど、うまく上手に体を使っていきたいと思います。はい